はい、今日はですね、ここにある鬼結びですね、おむすびですね、おむすび4つに、これ唐揚げ棒ですね。でこれは今日食べようとしてる夜飯なんですけど、これをねただ食べるんじゃなくてこうごちゃ混ぜにして食べてみたっていうのをねやってみたいと思います。ということで、じゃあまずこれから順番にねいきましょう。豚バラ肉の生姜焼きですね。これをまずこれはどうしようかな。これもうでいいか。で、これ海苔は外した方がいいな。海苔だけ外そう。だけど全部海苔は外すっていう設定にしましょう。海苔はいい。海苔はいい。次はあれですね。シーチキンマヨネーズ。はい。ね、はい、中身です。はい。で、次は昆布。昆布いってみよう。今日選んだね、おむすびの種類はね、基本僕が好きな種類なんですけどね。それをあえてこう混ぜてみようっていう感じですね。はい。これはね、昆布です。はい。次はですね、山賊結び。あ、違う、海賊結び。エビマヨネーズ、しそ風、昆布、ツナマヨネーズ、からし明太子ですね。一つのおにぎりで4つの味が楽しめるっていう感じですね。中身は、こんな感じです。これはこのタイプは海苔に取らんでもいいか。めちゃくちゃやんということででここね、唐揚げがあります。これ最後のトッピングにしようかな。とりあえずこれ混ぜます。いきます。よし、ちょっとね、ちょっとね、おむすびを勝手にまぶしていくっていう。どうですか？こんなもん。こんなもんとしましょう。それでここにある唐揚げを取って、こんなもんかね。それっぽくない？特製。あ、確かに。特製のり唐揚げの。料亭に出てきそうな。どうぞ。いらない。はい、これ値段するとしたらいくら？どうさん。480円。じゃあ480円の、特製のり唐揚げのをねいただいてみたいと思います。これだけ見たらどんな味がするかさっぱりわからんね。なんだろう肉の味が強いかな。肉が多いかな。基本ね、これあれなんよ、好きなもの混ぜてるから、好きなおにぎりとか混ぜてるから、そんなにまずく感じない。食いづらそうやね。はい、食べました。完食ってやつです。